北ブリバス株式会社は、岡山県茨城に本社を置くバス事業者である。本社のある茨城のほか、小田郡赤毛町、高橋市、広島県福山市に、バス路線を有している。乗り合いバス16両、貸切バス16両を所有。パス P やヘアーカなどの IC カードは使用できない。もともとは、イカサ鉄道の子会社で、イカサ鉄道が過去に運行していたい原京は、 岩高山入口線、山谷田原線、鞘線、宮山、黒、萩線や、矢影宇都谷線、宮山、平谷線等の加速バス路線を引き継いで運行している。2012年9月に、伊笠鉄道の資本から離れ独立した。2012年11月1日からは、伊笠鉄道が運行していた、茨愛愛バスの運行を引き継いでいる。2018年3月31日、 経営難から、矢川線の運行区間を短縮し、路線の一部廃止を行った。このことから、矢川線は、田原線に名称が変更された。親会社であった伊かさ鉄道は2012年10月31日をもって、バス事業を終了したが、北ブリバスは、バス事業を継続し、以降、伊かさ鉄道のバス事業を承継した伊かさバスカンパニーとの資本関係はない。 北振りバス専用の回数券のみ使用できる。パス P、岡山県共通バスカード、イカサバス専用バスカードは、イカサ鉄道の子会社時代も使用できなかった。配置車両のナンバープレートは、以下の通り、茨ババスセンターに停車中の路線車いすず自動車、日野自動車、三菱不装制の車両を保有。車両には、1台ごとに、車両番号と呼ばれる番号が付与されている。 車両には、アルファベット1文字と3桁、もしくは4桁の番号が付けられており、以下の法則に基づいている。例、Z001 路線車貸切車、中型貸切車、小型貸切車、路線車貸切車。ありがとうございます。